はい、激辛マニアユッキーくんの、激辛動画。はい、今回は、こちらです。札幌一番の味噌ラーメン。うわ、べっちゃべちゃ、なんだこれ。札幌一番の味噌ラーメンですね。じゃん。旨味と辛さが3倍と書いてあります。はい、旨辛味。札幌、あっつ、あっつ、これ。札幌一番といえば、まあ、俺は塩ラーメンの方が好きなんですけど。まあ、味噌ラーメンという方も多いんではないでしょうか。まあ、塩ラーメンって、美味しいよね。なんだこれ。なんか、べちゃべちゃの粘着剤がくっついて、いろいろちょっとやべえことになってる。まあ、3倍ということはね、ザク専用シャアがね、ザク専用シャアが、3倍ですから、まあ、それなりに、辛いんではないかと思うんですけど。でも本当に袋ラーメンって、塩ラーメン系は本当に外れないで美味しいですよね。味噌ラーメンは大体外れなんですけど。でも、札幌一番味噌ラーメンは美味しいですよね。味噌は結構外れが多いですね。醤油はもう当たりはあんまないけど、外れもない感じですけど。塩は本当にまんべんなく美味しい。それでは、いただきまーす。ん？あ！これだ！懐かしい味噌ラーメン。うん。これあれだ。ああ。懐かしい、この味噌ラーメン。味。うん。俺、袋ラーメンの味噌って、基本外ればっかりなんで、薄いんですよね、味が。なんで買わないんですけど。これは美味しいですね。うん。ああ、ほのかに辛い。ほのか。うん。ほのかに辛い。ビーフの旨味とコチュジャンの辛さ。これほのかすぎるな。もはや、味噌の、味噌の塩辛さと言ってもおかしくないレベル。うん。ビーフの旨味、唐辛子の辛さをそれぞれ3倍に仕上げた、旨辛味噌味スープ。だってこれはでもあんまり変わんねえな。これあれだ、袋ラーメンを量を倍にしてっていうか、袋の粉スープを2倍入れればいい、できる、出来上がるわこの味。しかも全然辛くねえし。ほのかーな辛さ。うん。ほとんど味噌のね、食辛さがですかって言われるや、それで、あ、そうですねと言われるレベル。これダメだな、これ。うん。これやったらまだ袋ラーメン買った方が。
袋ラーメンのちょっと濃いかなぐらいの、ちょっと風味が濃いかなレベル、でもこれはあれだよ、スープを飲まないと。意外とスープが辛かったりするから。全然だこれ。辛さがみじんぐらい。全然あれだな、少ない。まあ、もともとこれは辛くなかったから3倍にしても大して辛くなかったっていうパターンですね。これ多分30倍にしても多分大して辛くねえと、これ。おそらく。あ、普通にうめえって食えるレベル。うん。3倍でさ、うめえって思ったのは、ベビースターラーメンのラーメンおつまみってやつ。あれが3倍で美味しかったね。3倍、あれ通年販売してくれりゃいいんだけど。あれ大好きなんですよ。あれが程よく辛くて、美味しいんですよ。あー。でもまあ、味噌ラーメンの、札幌一番の味噌ラーメンの、美味しさ、はあるけど、これで確か200円ぐらいしたんで、うん。それだったら普通に袋のラーメン買った方がいいや。袋ラーメンにちょっと一味唐辛子ちょっと振りかけりゃできる。
辛さ度数たったの5、ゴミ目ってレベル。辛さ度数はたったの5です。ゴミ。ということで、お疲れ様でした。